使い回したやつをこっちに伝えるんですよ。そうするとこの円のすげえ、それをこう相手に伝えると思います。これすごいよ。え、何しろフラフープですか。フラフープないやろこの時代か。令和やぞ。もうちょっと簡単なのないですか。もうあ、はい、それは人を押すためですか、それとも打撃ですか。押したいです。殴るとサッカーは退場になってしまうので。あ、そうか。あ、そうですか。そうですよ。はい。とか、ちょっとそうですね。殴る。でも、押せれば打撃に使えますもんね。そうそうそう。はい。そしたら。はい、こういう感じで、背中をこう縮めてください。そうですね。ここから来て、前に加速すると同時に、この緩みを。この緩みを、あ、この緊張を前に、そうそうそう、で、意識的に、はい、って感じで、そうです、これ、正面検査か。正面検査、はい。で、これを、ちょっと軽くやりますね。はい、これを、はい、早くやると、こうなります。はい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 。これは丹田ではないんですけど、はい、こう背中の筋肉の使い方ですね。はい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 。その上の、この、あ、なるほど。こういうことだ。ああ、そうそうです。こういうことです。さっきよりなんかスムーズです。そう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 。で、もうちょっと力を抜いてます。力を抜いて、はい、この腕を発射するイメージ。そうそうそう。力が残ってると、はい、全部腕に伝えられてないってことは。はいはいはい。あ、こっち、そうですよね。そうです。で、こう緊張させて、はい、って感じで。そうです。前に出す。これでちょっと、フルコンさんを押してみてください。両手でいいですか。あ、両手でいいですか。まず普通に押してみてください。ひよわやなぁ。だいぶひよわやな。どうすか、アルコンさん。もやし。だいぶもやしっすね。もうテンプレやんぞ。これどうしたらですか。この引いた状況ですか。じゃあ僕がフルコンさんを一回試していいですか。まあ、これが普通に両手で押しますよ。ああ、背中使って押すと、こうなるんですよ。あ、近づいていいですね。あ、もちろん、はい。ちょっともう一回普通に押すんです。普通に押した。違うな、弱だったな。弱だったな。負けてもうと思って。なんか思うと思ったもん、今。じゃあ、ここの縦剣にしてもらっていいですか。縦剣でグッと押す。そうそう。この時点で思うってなっちゃうよな。ただ単に引いてるだけになってる。そうなの。準備段階はできてない。一回ちょっと、僕の手を覆ってもらって。押す。そうそうそう。で、力入れてください。はい、これが普通に力出すときは、はい、はい。じゃなくて、これが、はい、あ、はいはいはい。すごいな、綺麗なんだな。これちょっと近い？じゃあ、もう一回行きます。あー、なんかさっきよりか。なんだよ。なんだよ。俺だってちょっと我慢してまったから別に。今見た感じはもう引いて押すだけになってる。それができたんです。こうなってない。そうそう。違う、人を押そうっていう気持ちが多くなってます。強くなってる。これだけのフルコンを押そうしだと。どっちかというと、溜めてたものを発射するんで、ここで。自分は後ろに意識があるはずなんですよ。難しい。ちょっとこれが、ちょっとずっとやってる多分今日できないんで、はい、じゃあこれできたとして、はい、これ横に伝える方法ってあるんですか。例えばこうあるじゃないですか。はい、この相手をこう、はいはいはい、行かせる方法ってあります。あります、あります。それ知りたい。ちょっとして大丈夫ですか。パッてやっても大丈夫ですか。あまりにもこういかなかったら大丈夫ですか。はい、これが、はい、今こう縦の動きがあったんですけど、はいはい、さっきブラッケンでやった横の動き、はい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 、そこ強く飛びやすいと思うんで、はい、来てやるんですか、はい、こういう感じで、はい、すげえすげえブロンってなってます先生。ブロン、こっからこうなりましたよね。ぶつかりました。で、普通はこうやって押すじゃないですか。はい、そうやって押します。下から上とか、はいはい、じゃなくて、はい、内部で。すげえ。ちょっと耐えて。ブルーンってなってた先生。ちょっと耐えてこれ。ちょっと耐えて。こう靴はこうじゃないですか。何プジョルみたいになってる。やって、前から。
パリーのね、うん、これは横になっただけですよね。横の回転になっただけです。さっきはデンデン太鼓のやつですよね。そうですそうです、はい、そのデンデン太鼓の練習どうしたいんですか。これ聞いていいですか。大丈夫ですか。大丈夫です。まず腰を、はい、こう回転させるんですよ。腰を回転させる。上半身を動かさないで腰を腰で回転。ちょちょちょ、やばい。これやばいんですか。え、これ普通できないですよ。うっそう、だって見てよ。うわぁ、ちょっと臭いなぁ。え、何しろフラフープですか。フラフープないやろ、この時代。令和やぞ。で、これだと今、左右に動かしてるだけなんですよ。じゃなくて、こう、円を描くんですよ、次は。すごい。なってないやんな。なってないです。触ってもらっていいですか。そうすると、この円の。すげぇ。ダンスみたいな言われるんですけど、本当そんな感じで。で、全然ブレない。で、こう円を描いたら、このここで加速度をつけるんですよ。はい。一回回したやつをこっちに伝えるんですよ。はい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 。また。ここで生み出したこの円の力を、はい、背中を伝えて腕に伝えるんですよ。はい。イメージとしては、ここの力が、はい、モーターがある感じ。そうです、こっち回り。それをこう相手に伝えると思います。これすごいなぁ。シャンって飛んでる、うん、なんか、あのね、本当に弾かれたみたいな感じ。コマとコマが当たって弾かれたみたいな。そうそう、いや、耐えれない。浮いちゃうんですよね。ただ、走ったり最中にこれはできないと思うんで、はい、あ、でもこうやってちょっと相手にずらしたいときとかは、あ、じゃあ使います。ディフェンスとかコーナーキックの、あ、そうそうそう、はい、でもなんかコンタクトスポーツでなんか場所を取りたいというか、バスケとかですか。そうね、バスケでもあんまり強いと思われたろうけど、ちょっとポンってやる、軽くでもいいですもんね。軽くフォーカーを使って。ちなみに僕が体重大きいからとかじゃなくて、はい、誰も来ないんです。うん、だってなったもんね、はい、そうですね。もう体幹で、そのうちって体幹を使うことによって自分の体重を全部伝えてるし、だから手の力とか足の踏ん張りの衝突とかするわけじゃないですか。はいはいはい、体重を伝える。いや、そう、波がそのまま来る感じがするんですよ、はい、なかなか他にはお目にならないいや、ありがとうございます。すごいな。いや、なんか横バージョンめっちゃくちゃすごかったですね。でもこれですよね、まず回せて。そうです、まず回せて、こっちの相手の押したい方の逆を、逆にこう、そうですから伝えていって。そうです、そうです。要するにその密着してるじゃないですか、この状態でこれが伝わる、投げられるんですよね。はい、なるほど。ちょっともうありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと先生のチャンネル概要欄にも貼ってありますし、 ありがとうございます。結構痛がってる動画も概要欄にあるんでだから本当に鉄椎これだ、これやばかった。鉄椎腹地になったんで、ちょっと鉄椎腹地、ちょっと鉄椎腹地の右概要飛んでいただけたらいいかなと思います。本当ありがとうございました。今日はありがとうございました。